こんにちは、星名トレーニングスタジオの星名です。今回科学的に説明するのは、なぜ一歩目が出遅れるのか、どうすれば一歩目が素早く出せるのかという内容になります。結論から言いますが、一歩目を早くするのに必要なことは主に2つです。まず絶対にできなきゃいけないのが罰重です。そして2つ目に重要なのが、行きたい方向とは真逆に足をつくということです。僕はこれを罰重ステップと名付けて、たくさんの会員さんに指導していますが、その効果を実感できなかった人は一人もいませんでした。一流選手はみんなこれを使っているのですが、この動作を言語化して理論的に説明しているものってあまりないと思います。ぜひこの動画を見て、まず自分はなぜ出遅れるのかということを理解して、罰重ステップを練習してみてください。きっと皆さんも今まで実感したことのない素早い一歩目を実感できると思います。この動画の流れはこちらです。行きたい方向と真逆に足を出すとはどういうことか。蹴ってないのに勝手に進んでしまう罰重とそのメカニズムについて、具体的なトレーニング方法となります。では1からいきましょう。例えば右へ行きたいなら左足を左へ、右前へ行きたいなら左足を左後ろへ、真後ろへ行きたいなら右足または左足を前へ、そして正面へ行きたいなら真後ろに足を出します。これが行きたい方向とは真逆に足を出すということです。よく耳にするのは、一歩目を早く出せと言って最初に行きたい方向へ足を出そうとするのですが、それでは早く動けません。例えば左右に構えていて、左右に動き出すときはそれでいいことがありますが、足を左右に開いて構えているときに、そのままの姿勢から素早く前後に動くことはもう絶対に不可能です。これは物理的に不可能です。なので360度どの方向にも素早く一歩目を出すためには、行きたい方向とは真逆に足を出すという動作が必須になります。ではなぜそれが重要なのか、そのメカニズムについて説明していきます。まず重力を利用するということです。この状態だとサンドバッグを押すエネルギーはゼロです。こうやって足を上げると、別にサンドバッグを押そうとしていないのにサンドバッグを押すエネルギーが生まれます。これは重力による位置エネルギーのおかげです。無駄な筋力を必要としない横方向の運動エネルギーです。前後に足を出しておけば、前足を上げれば前へ、後ろ足を上げれば後ろへエネルギーが生じます。重心と支える足の位置によって、出している足とは逆方向にエネルギーが発生することがわかります。つまり、行きたい方向と真逆に足をつくと、重力を利用して行きたい方向に勝手にエネルギーが生じるのです。これが先ほどの左右に足を広げて構えていたら、前後に素早く一歩目を出すのは不可能ということの答えです。左右に足を広げていると、例えば右足を上げると、体は重力によって右に倒れてしまいます。なので前に右足を出すには、まず一回左足に重心を寄せ、その後前に重心を持っていきながらでないと右足は前に出せないんです。この重心移動を一瞬でするのは物理的に不可能ですので、左右に足を開いたままでは素早く前に足を出せないんです。ではどうすれば素早く一歩を出せるのか、その答えが罰重です。罰重というのは、立ってる足を素早く曲げて一瞬体が宙に浮いたような状態になることを言います。もし体重計の上でこの罰重をしたら、体重は一瞬ゼロになります。ちなみにジャンプとは全然違います。地面を蹴って足を浮かすのではなく、足を素早く引きつけることで足の裏を浮かせるのです。僕は体重60キロですが、もし体重計の上で上手に罰重ができると、体重計の針は60から1キロも増えることなくゼロになります。そして体重計の上で罰重をすると、体重計は一瞬0キロになりますが、その後の着地で120キロくらいになります。これが落下エネルギーです。つまり罰重をして足を浮かせ、
行きたい方向と真逆に足をつくと、その120キロのエネルギーを使って地面からの反発力をもらい、急加速できるわけです。では、バツ10を使ってもう一度サンドバッグをしてみましょう。明らかに違うのがわかると思います。これも実際にやってみるとわかるのですが、バツ10するだけでこれだけエネルギーに違いが出てきます。バツ10の利点はこれだけではありません。バツ10をすると一瞬足が床から離れるので、その瞬間に足をどこへでも移動させることができるんです。つまり一瞬で行きたい方向と真逆に足をつくことが可能になります。ではこのバツ10を使って先ほどの左右に足を広げた体勢から前に進んでみましょう。先ほどは一度左足に重心を持っていって、その後前に重心を持っていきながら足を前に出すという動作でしたが、バツ10をすると重心を左に持っていく動作は一切なく、素早く後ろへ足をつき、その地面からの大きな反発力をもらって一気に前に加速しているのがわかります。これがバツ10を使って重力を利用したバツ10ステップです。ではそれをさらに詳しく掘り下げていきましょう。足のつき方について少し説明していきます。バツ10すると僕の体重でも約120キロの負荷がかかると言いましたが、それほど大きな負荷ですので着地の仕方も重要になります。それが膝をほぼ伸ばしてかかとまで地面につくという着地の仕方になります。それを膝を曲げてかかとを浮かせて着地してしまうと、関節にかかる負荷モーメントに耐えられず、一瞬ぐにゃっと膝が折れてしまうんです。一瞬膝が曲がってその後伸びていくのではワンテンポ遅れてしまうわけです。ワンテンポ遅れることでせっかくの地面からの反発力も使えずに、結局筋力だけで蹴る動作になってしまいます。ちなみに腰を落として膝を曲げた姿勢からスタートした方がいい場合もあります。その場合は片足だけバツ10を使うやり方になるのですが、そういったバリエーションについてはまた後で説明します。まずは膝をあまり曲げずにかかとまでつける着地というのが基本だと覚えてください。これこそが最速で蹴る方法です。両足バツ10の練習をします。まずは何といってもこのバツ10をマスターできるようにします。足の支えを一気に外し、重力に任せて体を真下に落とすイメージです。多くの人は初めてバツ10をしようとするとほんの少し軽くジャンプをしてしまうのですが、ジャンプではありませんので注意してください。ジャンプしてしまうとタイミングが悪ければ、その空中に浮いている時間分一歩が出遅れてしまいます。バツ10ができるようになったとしても微妙に地面を蹴ってジャンプしてしまう人がほとんどですので、そうならないようかなり意識して練習してください。バツ10ができるようになってきたら壁押しを練習すると良いです。まずはかかとを浮かせて踏ん張ってもらいます。その後かかとをついた方が力が入ることを実感してもらいます。この実感してもらうっていうプロセスはとても大事なことなので、僕は必ずやってもらいます。かかとを浮かせて踏ん張って、かかとをついた方が力が入るなっていうことをちゃんと分かってもらいます。バツ10でかかとまでしっかりつける、いろいろな方向で練習していきます。実践で使うためにはこうやっていろいろな方向にいろいろな状況で練習することが重要になってきます。バツ10の最大の利点は、どんな足の位置でもバツ10することで足の位置を素早く移動できるということです。例えばしっかり腰を落として足を左右に開いて構えていたとしても、その足の位置のまま前後には素早く動くことはできません。これは先ほども説明しました。逆に大きく前後に開いていては左右に素早く動けません。しかしバツ10を使えたら足がどのポジションにあろうが関係ありません。左右に開いていようが前後に開いていようが、交差していたとしても例えば片足立ちでバランスを崩していようが関係ありません。バツ10をすれば一瞬空中に足を浮かせ、素早く行きたい方向の真逆に足を持っていくことができるからです。どのような状況でもバツ10からいろいろな方向に足が出せるように練習していきましょう。よくある失敗例もちょっと説明していきます。よくある間違いはこんな感じです。重心が進みたい方向とは反対に行ってしまうというものです。
これだと切り返しに時間がかかってしまいます。そうではなく、進行方向とは真逆に足を出すのですが、重心は真下に落とします。重心がほんの少しでも逆方向へ行ってしまうと絶対に遅くなってしまいますので、ここは徹底的に練習してください。バツ10から行きたい方向とは真逆に足をついた後の2歩目の練習です。この2歩目もとても大切です。思い切り内側へ切り込む感じで母子球で蹴ります。これができるとバツ10から一気にトップスピードへ持っていくことが可能になります。初めのうちは内側入れすぎて失敗して転んでしまうこともあるので、怪我に注意して練習してください。でも転んでしまうくらい内側へ足を切り込んで一気に急加速できるようにトレーニングした方が上達は早いです。怪我に注意しつつもギリギリを攻めてください。うちのスタジオでこれを指導している時も、もっともっと内側へ、転ぶぐらいもっと攻めてっていう風に話しています。スタンスを広げ、片足バツ10から内足を外に。これは卓球など比較的狭い範囲を早く動くケースなど、主に左右の動きに限定されている状況で使うバツ10ステップです。前後の動きには不向きです。スタンスはかなり広くして腰を落とし、やや母子球に体重を乗せておきます。外側の足はついたまま、行きたい方向の足だけをバツ10し、その瞬間に外側の足で蹴ります。そして一歩でできるだけ遠くまで手を伸ばす練習をします。そして一歩で大きく踏み出せるようになったら、片足バツ10した足を外ではなく内側へ入れてダッシュする練習をします。これは主に野球の盗塁のように、走る方向とタイミングがある程度決まっている時に使うバツ10ステップです。いくつかのパターンと練習方法を紹介しましたが、まずはバツ10がジャンプにならないようにしっかり練習していただき、それができたら行きたい方向と真逆へ足を出す練習をしていってもらいたいと思います。では最後におさらいです。まずバツ10ステップとは何かについてお話ししました。重心を落として行きたい方向とは真逆に足をついて重力を利用して進むというものでした。そしてバツ10ステップのトレーニング法として、バツ10、バツ10からの壁押し、バツ10からの内足の引き付け、さらにスタンスを広げ、片足バツ10からの内足外へ踏み出す動き、片足バツ10からの内足の引き付けを紹介しました。このバツ10ステップができるようになれば、まず間違いなく速くなれます。ちなみに頭で考えてやっているうちはまだ習得したとは言えません。無意識にできるようになることを目指して頑張ってください。今回紹介した他にも競技によって様々なバツ10ステップのバリエーションがありますので、それについてはまたリクエストがありましたら動画にしていきたいと思います。また今後も皆さんの役に立つ動画を配信していきたいと思っていますので、こんな動画を作ってほしいとか、詳しく教えてほしいということがありましたら、コメントをいただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。